カタリエノシロナです今回は2024年7月5日公開の映画をもらってきたフライヤーのみですがサクサクっと紹介するコーナーです、えー、網羅してないのであしからずですほな行くよまずはマイケルマン監督作品フェラーリ F1 界の帝王と呼ばれた男の情熱と狂気を圧倒的熱量で描く衝撃の実話 劇中の時代は1957年ということでちょっとレトロなボディのトップマルケスが接戦走り抜ける姿を見られることでしょう元レーサーでカーデザイナーそしてイタリア屈指の自動車メーカーの創設者エンツォ・フェラーリの59歳の年のレースミッレミリアを主軸に展開します。 90歳まで生きておられたので晩年と呼ぶにはまだ早い頃ですがなかなか私生活の方も波乱万丈でそんな賛否両論ある彼の歴史車好きレース映画好き富豪歴史物好きマイケルマン監督好きには必見映画です次ザ・ムーン宇宙モードで韓国映画って珍しい気がするのは私だけでしょうか 人類が月面着陸を果たしてかからら55年アポロ11号とということですねなのでまさに劇中は今年の話です没入度100%の体感型アドベンチャー映画ということで宇宙空間でバンバン爆発というか物理的攻撃を食らいながら1人で逃げ惑う話っぽいのですが月面有人探査のため3人のクルーを乗せたウリ号が通信トラブル。 修理中の事故で一人生き残った新人宇宙飛行士を生還させるため5年前の事故で責任を取らされた当時責任者を呼び戻し多分この人めっちゃ頭いいとか経験値が高いとかそういうやつですね月で右往左往している彼を地球から援護する38万 4400km の奪還劇4 d x 上映とかあるのかな相当揺れそうなのであれば楽しそうですよ。次 方がです先生の「白い嘘漫画が原作のこちらの映画男女の性の性不条理に切り込む衝撃作人間の本性がぶつかり合うゆがんだ関係の先に待ち受けるものとは高校女教師とその親友女友達と親友の婚約者そして男子生徒この4人の人間関係が描かれます。 歪みきった登場人物たちによる狂気的愛憎の四角関係と見る人の心の奥底をえぐるストーリーなかなかドロドロロしてそうですね監督は三木康一郎フライヤーには「恋煩いのエリー植物図鑑運命の恋拾いました」とか書いてますが彼は「鳥肌のぞき目」 ホラーアクシデンタル、シンドラ、集合住宅の恐怖の監督です。短編が得意なイメージ、自分には強いですけども、ゆえに人間の醜い部分、おぞましい部分をパキッと描きます。しかし、のほほんドラマも監督されていますので、ドラマ的映画として見やすいのではと思いますよ。次、アニメ。アイドルマスターシャイニーカラー、セカンドシーズン。 地上波放送のまとめ劇場上映版ですね。今月から3ヶ月かけて1ヶ月区切りでテレビ放送に先駆け全12話を全3章にて劇場先行上映です。地上波よりフライングで見れるのかないいね、えー。テレビアニメ放送は2024年秋の予定です。もう1本アニメコードギアス奪還のロゼ。 こちらも同様先行劇場上映版で5月から始まってるやつですね全4幕の第3幕になるので今からだと乗り遅れた感否めずですが第1幕まだやってる劇場あるのかな追いつく方法ある8月2日から最終章上映ですテレビ放送はディズニープラススターで6月21日からの予定ですがもう始まってるのかな どうあっても1話本編を見るのが現在なかなか難しいかもしれない最後にフライヤーはゲットし損ねておりますがホラーを1本フンパ4呪呪物物に隠れた闇タイのののホラー映画でですフンパ4が呪物の意味でいいのかな古い習わしの残る村そこでは遺骨を土蔵に入れる風習がある。 粘土でで作った像ですね非現代的な信仰を持つ村に疑念を持っていたが恐ろしい出来事が次々と起こり、うんえー、とフライヤーも手元にないからストーリーもふわっとしてるんだけどタイゾンビ映画的なゾンビっていうより土人形だけど。 僧侶とか呪物呪術魔術とか信仰村独特のそして異国感あふれるホラーなんじゃないかと思います上映感が少なく東海では皆無なんですがこれでも当初の予定の3倍に拡大されたとのことであのお近くで上映のある方は是非。ということで6本の映画をご紹介しましたがフライヤーのイメージだけで語っております。かつ、えー、今週末 公開の映画にはこの中に含まれていない作品もあると思いますえ。紹介したタイトルの宣伝動画は概要欄に貼っておきます。気になった作品はぜひ調べてみてください。週末何見に行く